これ分かりやすい場所はかなりちょっと大まかな模式図ですけど、黒石に採れる赤石山の中に大きな沢が3本あって、そこから黒石が、それ以外に露頭があってというふうな形で、まあ、こういった地質的なところは、今後さらに1階のところでジオパークの展示を、これ今年度からまた整備しますので、そういったところで詳しい解説をしていくと思います。連れてってもらったのは、山頂と露頭だけしか行ったことなかったんで、まあ、一応露頭もまあ写真だけは紹介してますけどね。